今日は金曜日、練習日です。参加者の車が全部集まってるんじゃないかなと思います。日本の選手はほぼ荷物が降りてないのでまだピット設定できてないんですけど、他のチームは意外にできてるね。ちょっと見てみますか。すごいね、準備が。お、俺が乗る車ですね。設営の準備徐々にできていってます。ちらっと とりあえず実況中継でした。誰かしてる？
2回目ですけど誰も知らないみんな知ってますほらめちゃでかいタービンだよ。そうですね、でかいらない。こんなに大きいと下はあるんですか。下はまあ、案外ある。千馬力、千馬力すげー。千馬力の角度が気に入らないから、こういうテント待ち、テント待ち、日差しが強くてやるね。はい、タイヤ、これはR888R。 おはよう。おはよう。マジね。誰？何？富士の。ああ、おう、違いを見たいな。こっちも8888あるんだね。会社、左ハンドルよ。世界に向けて左ハンドル。やばいよ。ハンドルと。そう、右やったら感想はあんま関係ないけど。慌てるやろね。絶対ドア叩く。こっち行く。もうサイド引くふりしてドア開けといたら。いや、ほんととっさの判断だよね。そう、考えてやったらできるから。ねえ、これ何本ある。いや、これ抜く。あ、抜けるんだ、このサラダさん。レッドとこれは十分かな。すごいちっちゃいカメラ。これ意外に撮れる、盗撮です。盗撮撮ったのが分かんないぐらいで意外に声も拾う、ね。この人知ってる。イエーイ、おじさんです。やるときはやる男だぞ、うん、たまにしかやらない。乗った。乗って、あ、去年から乗ってない。セッティングであれ回しただけです。そう、エンジンどうだった。開けた。やっぱり減ってる。やっぱり減ってる。減ってる。減ってるから追加中です。物悪くなかった。物悪くなかった。でも同じエンジン。メタル回転は多いスタイル。ガソリンです。
オンにしたらまずいですか。あ、大丈夫です。ニューじゃないですか。つーか、はい、タイガね。あ、よよタイガ。お疲れ様です。ステッケースバッグは红的，不要太出格。我大门是刚刚那个安检，那个装的那个安检。我大门一回行ったら倒れて。あの短距離ダッシュ結構蓄積するね。そしたら5点の詰めるの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 間に合わない詰めたのみんな持っていかれてるいいやつ持ってから出すみたいな、はい、冷える前に売れ切れちゃ う、 あう、まあ、どれも一緒ですね、うん、いただきます。一足遅かった。あと PTA のでは、説明していきます。まず最初ブリーフィング資料に従って、お話しします。関係ないんですけど、多分いろいろ手元に資料が配られていると思いますけど必ず目を通してください。であとまあ時間のことだったりとかで、まあ、競技に関してルールも結構複雑なので分からなかったらちゃんと聞いてください。いいですね。後から、おかしいじゃないかっていうような質問は一切受け付けないので基本はルールにのっとって、進行していきますのでよろしくお願いします。刚才顺便裁判长讲的85分的原则是我们第一次采用，日本车手还有国外车手也是就第一次，所以他给他们就重新解释一下。还有资料从头到底全部要看一遍，跑完以后自己出现了问题之后应该这样那样那样，就我们不接受才。后面如果有什么问题的话就随时提提。一波浪还有吗？コース外、コース外走。はい。減点。減点になります。はい。接出来以后会有扣分。怎么扣？扣撞一颗还是两颗、三颗？一颗。一颗。一颗。はい。绿色，绿色币。贴出来一个、两个都是扣分，统一扣分。那哎，单手也有。单手摸手，单手追手，单手追手都是扣分。还有裁判席，审判裁判长就在这里，还有商店，副裁判长就在这里。我到这里。
不要撞到副开发长。我在这，我在这。注意手势的，不过阿奥多拉。还有要注意的是，这边的外线，这边的外线。不要过线，压线。还有没有其他问题？可以解释一下那个压线。減点対象のある、コースアウト。